はい、じゃあ、次ご紹介しますのはワンベッドルームのお部屋、55平米のワンベッドですね。はい、入り口入りますね。パッとね、入り口入ったところでリビングダイニングキッチンがスカッとこう広がってるんですよね。はい、これすごく開放感があっていいですよね。うん、ここが広いのはね、何より。はい、こんな感じです。で、左の奥がベッドルームですね。ベッドルーム、一応あのワンベッドルームなんで、スタジオじゃないんで扉がついて、はい、でこれキングサイズかな、でっかいですね。はい、ベッドがついて、でキャビネットがあって、ここに収納があると。うん、で、ベッドルームなんで、まあ、執務机なんかもね、はい、並びでつけていらっしゃってて、でテレビもついてるということなんですよね。うん、こうですね。Wi-Fi のモデムなんかもちゃんと入ってるんで、ただここにね、LAN ケーブルがしっかりついてますから、まあ、有線でちょっとね、はい、Wi-Fi は使うとセキュリティがっていう方もいらっしゃるので、はい、あの有線のケーブルもついてます。はい、こんな感じですね。棚もね、こうしっかり切ってあって、なかなかのね、こう、まあ、収納をこうなんとか作ってらっしゃる。はい、で入り口の際なんですけども、I 型のキッチンが来てる。はい、こんな感じですね。もちろん、設備は全部一緒です。はい、LG の乾燥機能付きの洗濯機、東芝製の炊飯器にポット、シャープの、電子レンジですね。うん、で、二口の IH のクッキングヒーターに、結構広めのキッチンシンクがあって、浄水器、はい、飲み水です。飲めます。うん、と、LG の、まあ、単身用の冷蔵庫ですね。はい、付きます。で、ここは、はい、これぐらいのスペースがあるんでね。はい、でここにも執務机がちょっとあって、でソファー座ってテレビですね。こんな感じです。はい、で、ここに、ま、バルコニーがね、こう結構広く取ってるんですよね。これね、どこの部屋もね、スタジオタイプでもバルコニー広いんですよ。今風がさーっと来てますけどね、ちょっと大丈夫かな。はい、この感じですよ。はい、まあ、あの確かにね、これ隣のゴールデンウェストレイク、あ違うな、ここはここの、ファイブスターウェストレイクの、そう、共用施設ですね。すいません、その向こうがゴールデンウェストレイクですね。はい、これもだいぶ古くね、なってきた、コンドミニアムですけど、まあ、あの2階3階4階のね、低層階で今回サービスアパートを切られて、はい、それでまあ賃貸としてね、日本の会社が管理に入って、徹底的にね、はい、あのホスピタリティを効かせたサービスを展開しようという形で、今回あのご紹介いただいてね、取らせてもらっています。おお、ちょっとすごいぞ、ちょっとすごいぞ。はいはい、こうですね。はい、なんで、まあ、あの一つ一つのね、設計はしっかりと作ってらっしゃって、で何でしょうね、そのなんかこうなんちゃってじゃないというかね、もう全部きれいにね、整えた感じ。はい、家具もね、すごい渋いダイニングテーブルで、これ日本人が好みそうなね、風合いですよね。でこれ、ここにもLANケーブルがあるってこと？ああ、ここにもLANケーブルがある。だからここで机座って仕事するでしょっていうことを想定して、有線のLANケーブルをここに持ってきてるって、これね、いや、なかなか気配りですよね。はい、だいたい執務机の際に切るんですけど、そうじゃないですよね。はい、こういうところに本当は来てほしいんですけど、で、まあ、ここはちょっと小さいんで、どうかな。あ、ここにあるか。ここにちゃんとLANケーブルがつくんですよね。LANケーブルの口が結構多いですね。1、2、はあ、ここにもあるね。3、はい、結構多いですよね。はい、だから仕事を室内でやるっていうことをなんか想定して切ってらっしゃるっていうかね、そんな感じ。はい、でここが水回りですよね。 TOTO の洗面、 TOTO のウォシュレットが来て、ここはグラスシャワーですね。ただバスタブのタイプの部屋もあります。バスタブのタイプの部屋もあって、バスタブが来てる場合はこの上に100リットルのお湯タンクがありますから、毎日方までゆったりとね、はい、使っていただけると。バスタブマストっていう方はバスタブ付きの方に行っていただければいいかなと思うんですよね。はい、でエアコンも、もうこれね、もうビルトインですよね。はい、ビルトインのエアコンが冷暖房完備です。はい、きっちりと切ってらっしゃる。はい、まあ使いやすいですよね、これね。
はい、55平米なんで、まあ、フレーザースイートで言えば55平米のワンベッドは2500ドルぐらいするんですけど、はい、ここはもちろんもう少し、ね、金額を落としていらっしゃいます。はい、まあ、あの詳しい金額は、ね、概要欄を見てください。はい、で今まさに、ね、こう走り出しなんで、はい、プロモーションを聞かせてね、はい、2022年の4月の末時点で、まあ、プロモーションを聞かせてスタートされてるんで、まあ、早い者勝ちですよね。はい、ここがワンベッドルーム、55平米のワンベッドのお部屋です。